ンドン公演は3ステージのみというとてもあっという間な時間でしたが、緊張感とともにとってもお芝居をしていて幸せだなと思えるような、時間を過ごすことができました。今回海外の皆様にも、素晴らしい字幕とともにお楽しみいただけるということでとてもワクワクしています。個人的には髪が伸びました。今のこの私の状態とは全く違うヘアスタイルの私を、どうか見つけてください。とても重いメッセージもあるかもしれませんが、とにかく楽しんで映像の美しさとともに皆さんに楽しんでいただけることを祈っております。